や、どんな構造これ。お、あ、ナインエス。作戦は成功でしたね。あれ？敵大型兵器は破壊され、敵支配地域への侵入経路が確保されました。あ、ナインエス。今後の、はい。ありがとう。回想じゃなかった。私たちのデータを基地にアップロードしてくれて。ああ、記憶だけアップロードしたのか。この体ね。ごめんなさい。その記憶を僕は持っていません。あ、そうなの？あの地域は通信帯域が細かったですから。多分あなたのデータをバックアップする時間しか確保できなかったんでしょう。あ、 9S 覚えてないんだ。僕の記憶はあなたと合流する直前までしか残っていません。あ、合流する直前。そう。いや、 9S お前結構やばい目に遭ってたから忘れててよかったんじゃない。人類に栄光あれ。お、何それ。え、人類に栄光あれ。え、俺もやった方がいいのこれ。人類に栄光あれ。画面の前でやりましたよ姉さん、褒めて。え、なんかギューってしてる。どうしたん？そんな俺にやってほしくなかった。ん？メッセージ共有機能にオンラインをしよう。いや、いいです。ちょっとそういうオンラインで交流とかちょっと苦手なんで僕。セーブしない。そう。てかあれなんだな、アンドロイドだから、その死んでも普通に復活できるんだな。こんな感じで記憶を引き継いでさ。西暦5012年。めっちゃ未来じゃん。人類の華やかな歴史に突如終わりが訪れた。世界観の説明が始まった。外宇宙から飛来したエイリアンによる侵略。エイリアン？異星人たちの繰り出す兵器、はあ、機械生命体によって人類文明は壊滅。あ、そういう話だったんだ。生き延びたわずかな者たちは月に逃げ延びることになった。月？西暦5204年。あ、じゃあ月に人間がいるってこと。衛星軌道上に敷設された基地群より、ほうほう、アンドロイドを使った反抗作戦が開始される。ああ、なるほどね。十数回に及ぶ大規模降下作戦を経てもなお決定的な打撃を与えるには至っていない。それでトゥービードが戦ってるわけね。この膠着状態に陥った戦況を打破するために君たちヨルハ部隊は存在するのだ。めっちゃいる同じ人が。最終決戦兵器としての役割を果たしてほしい。これ全員アンドロイドなんだ。承知しております。お、リーダーっぽい人がいる。人類に栄光あれ。栄光あれ。あ、人類に栄光あれ。人類に栄光あれ。すいません、復唱するときは栄光あれだけでいいのかなって思っちゃったんですけど、ちゃんと人類に栄光あれっていう、その復唱しなきゃダメなんですね。わかりました。9L 勉強していきます。ん？お、 2B さん聞こえますか？起動セットアップ始めますね。まずシステムの、あ、ここボイスないんだ。え、何？メイド設定？どういうこと？ん？ん？ん？何？お、あ、あからさ、あ、ここで設定するんだ。それでは早速始めますね。一つずつ調整していきましょう。まずはそのまま明度の調整お願いします。あ、はい。いや、9S に教えてもらわなくても、自分でやるけどな、こんなん。これぐらいかな？ 2B さん、この値で大丈夫ですか？うん、いや、やってんの俺だけどね。うん、9L さんだけどね。了解です。あ、そうそう、セットアップのプロセスは一応記録させてもらっています。あ、そうなんだ。あ、何？それでは次は音声認識の設定です。音声認識の設定がミュートになっているので調整お願いします。あ、このボイス音量ね。今から実際に呼びかけるので僕の声が聞こえるようにしてください。あ、ルビーさん聞こえますか？あ、喋ってる。すげえ、ないこれ。もしもし、聞こえるように調整お願いします。あ、だからボイスなかったんだ。僕の声が聞こえるように調整お願いします。 やってるけど、これどうしたの？やったよ。恥ずかしいので早くしてもらえますか？いや、アンドロイドだろ、恥ずかしいとか思うなよ。聞こえますか？やってるわ、ずっと。もしもし。聞こえるように。もう5分ぐらい放置しときたいけど。いや、もうこれでいいよ。問題ありませんか？うん、いいよいいよ。え、何これ？大丈夫。9S の声って何か安心する。これ言っちゃう？これ言っちゃいますか？トゥービネさん。こいつ絶対照れるだろ、これ。これしてみよう。ありがとうございます。
童貞かよ。オプションの設定は完了です。童貞アンドロイドなのか。何やそう。自爆許可の項目が消えてる。自爆許可。ちょっと待ってください、うん、すぐに復元できるので。何それ、自爆とかできんの。僕が設定してもいいんですが、一応規則なので 2B さんが設定してくださいね。あ、自分で。え、これを、え、オンでいいの。え、だ、え、オンにしたら爆発しない。大丈夫これ。 OK です。あ、大丈夫だった。いざという時は身を挺して作戦を遂行する必要がありますからね。設定が終わったらブラックボックスの自爆とは違うんだね。この画面を終了してください。あ、はい。え、じゃあこれで OK かな。はい、OK です。いや、 9S 絶対なんか童貞メモリーみたいに入れられてるよな。おお、姉さん、おはようございます。ご美人でいらっしゃる。いや、これは 9S がデュッデュッ、あ、ありがとうございます、デュッってなるのもうなずけるわ。童貞アンドロイドになるのも仕方ないな、姉さんの前だと。 9S 司令官からの命令で 2B さんのメンテナンスを担当することになったんです。あ、そうなんだ。これから定期的にチェックしますね。お、 9S がチェック、意味深。そう、心配はいりませんよ。僕たち 9S モデルは優秀なことで有名ですから。あ、そうなんだ。優秀だけど童貞なんだ。自分で言うことじゃないか。まあでもそれ感情表現豊かみたいなとこも含めて優秀なのかな。 9S、え、なんでしょう。継承はいらない。あ、え、また言ってる。サンいらないらしいよ。私の名前にサンはつけなくていい。あ、はい、わかりました。俺にもいらないからな、ナイエス。ランタンでいいからな。そうだ、ランタンサンじゃなくて。司令官が呼んでたから一緒に行きましょう。司令官、あ、いや、トゥビー。おい、ナイエス、お前なんかさ、なんか姉さんに可愛いと思ってもらおうとしてるよな、なんかそういう。ん、休憩。あ、休憩できるの、いきなり。じゃあちょっとくたびれたし休憩しようかしら。9S の前でおもむろに眠り立つ姉さん。セーブ。いや、大丈夫です。ゲームを続ける。あ、起きた。いや、ちょっとマジさ、ちょっとこのスカートマジなんとかなんないかな。いちいちパンツ見えんだよな、なんか。あ、9S と話せんじゃん。作戦を変えますか。え、何作戦って。何、戦闘タイプを選択してください。いや、何これ、わかんない。バランス、いや、いいわ、とりあえず今のままで。これ何、これ、アイテムショップ。あ、これショップなんだ。へえ、あー、すげえ、なんかいろいろ買える。回復 HUD、 何これ。あ、でもなんかこの辺は持ってるっぽいな。これ1って持ってるってことでしょ。へえ、お、釣り魚可能。あ、釣りできんの。え、ちょ、買う、これ、買う買う、姉さん、買う買う、ただ。あ、釣りあるんだ。え、やりたい。どこでできんだ。あ、めっちゃいる人。え、これ話せんのかな。こんにちは。ちょ、何してんすか、みんなで集まって。オペレーターさんが丁寧に説明してくれてるのに私全然理解できなくて、先輩の足を引っ張らないか心配です。あ、やっぱみんな 2B 姉さんみたいな服着てるな。これやっぱ 2B 姉さんの趣味じゃなくてちゃんとした制服なんだね。いや、どんな制服だよって話だけど。以上が任務の概要です。次に詳細ですが。あ、それ作戦の説明をしてんのね。この人はオペレーターの説明は細かすぎるんだ。現地で必要なデータさえあればあとは適当にこっちで対処するんだ。え、なんかこの人の服装なんか違うな、 2B 姉さんと。え、ズボンだし。え、じゃあ姉さんこっちにしたら、ズボンにしたら、やっぱパンツチラチラ見えんの作戦支障出ますってな。あ、 9S。 ああ、2B か。お、司令官だ。メンテナンスは終わったのか。あ、終わりました、はい、ブラックボックスの暴走による敵殲滅、あまり無茶をするなよ。あの自爆ね、はい、前回メンテナンス明けで悪いが任務がある。地上にいるレジスタンスたちと合流し情報収集をしてくれ。レジスタンス、レジスタンスとの連絡役には別のヨルハブ隊員がアサインされていたんじゃ。アサイン、専任の担当者とは連絡が取れていない。若手社長が使えそうなことを使う。その原因究明も兼ねて現地調査を頼みたい。ほう、了解しました。地上にいるレジスタンスね。レジスタンスとかいるんだな。お前たち任務はどうした。あ、すいません。行ってきます。地上ってことは、おう、飛行ユニットで移動ですね。ちょっと何やすっかかって大丈夫か。飛行ユニットの運用コストは高いからあんまり使わせてもらえないんですよね。あ、そうなんだ。もっと安い機体を生産すればいいのにな。この先が格納庫ですね。行きましょう。いや、やっぱ 9S だけめちゃくちゃ人間臭いこと言うよな。
2B とかに比べて。やっぱその辺も優秀ってことなのかな。おお、すげえすげえすげえ。飛行ユニットって何 S が乗ってたやつか。あれで地上まで行くんだ。あ、これね、地上っていうのが地球のことなのかな。この基地が宇宙にあるから、この飛行ユニットに乗って地上まで飛んでって作戦を遂行するということね。 OK。 お、ついてる。早いな。でもどうして 2B のような戦闘モデルが調査を担当するんでしょうか。あ、 2B 戦闘モデルなんだ。僕たちスキャナーモデルだけで十分なのに。なんでだろう。命令に文句を言わない。はーい。まあとりあえず、おー、ちょっと敵出るし、やっぱ電脳外敵。おら、うわ、行ってくそ、やばい。真相真相、死んじゃ、現地に着くまでに死ぬ。いや、ちょ、お前何やぞ、お前頑張れよ、お前。いや、撃ってるか、ちゃんと。いや、撃ってるな。いや、もうなんで途中で撃つのやめるんだよ、お前は。なんでちょっと風休憩ってなるんだよ。バンカー誰。はい、レジスタンスのキャンプよりちょっと離れた場所なんですが、敵への情報漏洩を防止するためなので我慢してください。あ、なるほど、そこに着陸しろと。頑張ってくださいね。はい、頑張ります。いや、ちょっと死にかけてんだけど大丈夫かな。もう道中でめちゃくちゃ傷ついちゃったんだけど。飛行ユニットのダメじゃん。おー、着いた。あれ、あ、ちょっと待って、これダメージ引き継がれてない。ちょっと待って、めちゃくちゃずっと白黒なんだけど。いや、ちょっと回復回復。おい、何やすお前、回復持ってないのか。おい、姉さん死にかけてる。もう、はい、なんでしょう。でもちょっと見てわかれよ、姉さんの顔色を。戦闘、いや、ちいいよそれは。え、ちょっとこれどうやって回復するの。あ、そうだ、アイテムでさ、回復薬。あれ選べない。あれ、俺前回のミッションでさ、めっちゃ回復薬拾ってなかったっけ。これ鉄鋼いらねえ。え、回復薬どっか持ってないの、姉さん。え、あれかな、引き継がれてないのかな、前回のミッションのアイテムを。いや、それありそうだな。あの、自爆したじゃん。あれでもう全部アイテム失ったのか、あの時に。いや、ちょっと白黒。ちょ、景色が、あー、色がついた。わー、すげえ。あ、やっぱ地球終わってんだ、そのエリアの侵略で。廃墟都市。いやー、ちょ、また白黒に。ちょっと。マップにマーク。せっかくカラーテレビになった感動味わえたのに。じゃあ、まあとりあえず移動すっか。どっかに回復薬落ちてないかな。ほらー、だだー、ちょ、え、食らうの。え、もうダメですよ。ダメなんだ。いくら最新鋭の夜破機体でもあの高さは無理です。いや、早く言ってよ。あんまり無茶しないでくださいね。いや、アンドロイドなら大丈夫かなって思うじゃん。じゃあ、やべえ、真相、あ、ザコロボットがいる。おい、お前回復出せ、ほら、回復出して。じゃ、回復かねえ、マジで。やばいやばい。2B 姉さんが死んでしまう。お、お、なんか、え、トナカイ？鹿？え、なんか鹿がいる。おい、ナイエース、見ろ、鹿だ。え、あーちょ、姉さんいや、なんでだよ。え、なんで攻撃されたの？ちょ、初めてやられた敵、鹿かよ。プレイヤーが死亡するとその場所に擬態が残ります。擬態には様々なデータが残っており、擬態を回収することでそれらを取り戻すことができます。あれか、ダークソウルのその、死んだ自分の死体調べたらソウル戻ってくるみたいな。あ、そういうのがあるんだ、このゲームにも。なるほどね。あ、システム起動してる。新しい 2B 姉さんが送り込まれてるわけね、今。いや、マジクソみたいな死に方しちゃったな。いや、前回の 2B はマジ 2B 史上稀に見るポンコツ機体だったって記録されるだろうな。よし、今回はちゃんとやるぞ。あった、これだ。ポンコツ 2B の死体がある。回収しよう。お前の意思は私が受け継ぐ。オッケー。いや、マジ何もしてねー、前回の 2B。 ビルから落ちて勝手に死にかけてさ。で、その後鹿にぶつかられて死亡って。恥ずかしい。おい、ナイエス、お前データ消しとけよ、前回の 2B のデータを。姉さんに恥をかかせるんじゃないぞ。情報によると、この付近の機械生命体は襲ってくる様子はないみたいですね。あ、そうなんだ。最近こういう敵が増えたみたいで、へー、ただぼーっとしてるだけ。一体何をしてるんでしょう。襲ってこない生命体。あれ、こっち行けないの。あ、こっち行けないんだ。
あ、いる敵が。あ、釣り、あ、ここで釣りできんの。あ、すげえ。あ、水場で釣りが。あ、確かに襲ってこないわこいつ。へえ。あ、なんかこうしてみると可愛いな、襲ってこない。え、釣りしてみますね。さ、釣りを開始、うん、釣りを開始。あ、やってんのこれ。投げる、投げる。あ、あ、そいつが釣るんだ。俺の知ってる釣りとだいぶ違うんだけど。え、これな、何座ってんの、ね、さ、なんか座ってるな、なんか半透明の何かに。そんな機能あるんだ。あ、引っかかってる。おーおーおーおお、え、釣れたのこれ。え、なに、なんもなくね。メダカを取得しました。あ、メダカ釣れたんだ。いや、ちょっと待て、俺が思ってた釣りとだいぶ違うんだけど。そいつで持ってきてるだけじゃん、魚。俺は姉さんが釣り竿を振る姿を見たかったんだけどな。いや、なんかまあでも慣れてきたらこれはこれでって感じもするな。こう竿を垂らしてる時のこの気持ちの落ち着く感じはあるね、ちゃんとね。こういう釣りのスタイルだよね。あ、あ、かかってる。姉さん、かかってますよ。おい姉さんが微動だに。おお、すごいすごい、姉さん見て、めっちゃでかい。新鮮だって。新鮮らしいですよ、姉さん。いや、見てねー、魚。9S も。お前、どこ見てんだ、ちゃんと魚見ろよ。いや、じゃあこの二人、全然釣りに興味ないじゃん。全くテンション上がってないじゃん、魚釣れても。俺だけじゃん、喜んでんの。あ、わかった。かかりましたよ、姉さん。おい、これ何？成功。あ、メダカ？メダカか？この小ささは。メダカ型機械生命体。そんなんいるんだ。いや、もういいや。マジ姉さん無反応なんだもん。いや、9S あたりはなんか言えよ、釣れたら。やりましたね、2B。さすが 2B。僕の心も、あなたの釣り竿にフィッシング、されちゃいました。みたいな。言えよ。着いた。ここ？目的地。おー、すげえすげえ、人がいる。え、これアンドロイドなのかな、人間なのかな。レジスタンスキャンプ。レジスタンスってだからその機械生命体に反抗してる人たちってことか。ここがレジスタンスキャンプか。じゃあやっぱ人間なのかな。リーダーに情報を聞いてみましょうよ。オッケー。リーダーどれだ、あの赤い点の人かな。あ、この人なんか強そうだし。じゃあこっちか。あ、この人か、リーダー。お前たちは。こんにちは、はじめまして。ニゴ。あれ、2B のことを知ってるんですか。ニゴ。いや、バンカーから連絡が来てたからな。私の名前はアネモネ。アネモネさん。この辺り一帯のアンドロイドレジスタンスを取りまとめている。ほう。バンカーから話は聞いている。アンドロイドなんだ。このエリアの調査担当になったらしいな。アンドロイドレジスタンスか。情報は私よりも他の連中の方が詳しいだろう。私を通さなくていいから好きに聞いてくれ。あ、わかりました。あー、あの辺の人から話聞けってこと。え、なんかすげえ人いる。え、何それ、機械生命体の頭じゃん。あー、ヨルハ部隊の人か。え、いいなー、それくださいよ。ん、この頭のかぶり物のこと。うん、これは俗世間の不必要な情報を制限するために頭に装着している電波遮断装置なんだよ。あ、なるほど。頭にアルミホイル巻くみたいな、そういうこと。嘘だけど。いや、嘘かよ。で、何かよ。いやいや、悩みでもある。いや、その頭なんの、結局。3D 用意するんだけどって。あ、こんなん聞けるんだ。え、これ、3D 用意するんですけど。ああ、そういうシステム系の相談は、あっちにいるメンテナンス屋に聞いてみるといい。うん。システム系？機体の整備からポットの調整まで何でも受け負ってるから。あ、いや、そういうことじゃなくて。あ、ここガチで返されるんだ。なんかメタ的な説明されるのかなって思ったけど。テレビから離れるといいみたいな。これはゲームが難しすぎるんだけど。ゲームの難易度はシステムメニューでいつでも変更できるよ。それぞれの難易度でゲームプレイが違う。ここはここはメタ的な説明なのかよ。イージーは、いや、わかるわかる、この辺は、その辺は知ってるんで。はい、大丈夫です。ここは植物の侵食がかなり進んでいますが、ほん、当時はかなり大きな都市だったんでしょうね。ああ、だろうな。トゥービーさん、なんか言ってあげてよ。オペレーター6O より 2B さんへ。定期連絡の時間です。あ、オペレーターだ。こちら 2B、 異常なし。定期連絡とかあるんだ。それは良かったです。今日の地球の天気はいいですか。天気問題なし。それは作戦に関係する情報。あ、でもなんか霞がかってるな。いえいえ、そうではなくて、
気がいいと気分がいいのかななんて気分が良くても良くなくても作戦には関係ない。いやちょ、ねえさトゥービーさんらしいですね。いや、アンドロイドアンドロイドの中でもだいぶコミュニケーション苦手なんだろうね、姉さんって。これがアンドロイドとして普通なのかと思ってたけど、他のアンドロイドは割と普通だ。よいしょ、かわせ。こいつらをとりあえず倒して素材集めたらいいってことかな、この辺の。おっさん素材持ってきたよ。おお、資材を調達してきてくれたんだな、ありがたい。これでプラグインチップを売ることができる。プラグインチップ、それで自分の足も直したら資材は十分だと思うけど。ああ、なんか足壊れてるって言ってたよ。ああ、うん、いや、え、どうしたん。何か他に修理できない理由が。何、働きたくないとか。壊れた左足はまだオリジナルパーツなんだ。ほう、オリジナルパーツ。長い戦争の間にこの体は何度も修理した。あ、自分で部品を乾燥して乾燥して乾燥して、最初から残ってるのはこの左足だけなんだ。ああ、そういうことね、オリジナルって。これまで交換してしまったら自分が自分でなくなるような気がして。ああ、そういうことか、最初の自分じゃなくなるってことね、全部変えたら。俺はまだ本当に俺なのかな。めっちゃすごい哲学的なこと言うな、急に。ああ、しみったれた話をしてすまない。いや、それ、トゥービー姉さんとかにも刺さるから、そんなこと言ったら。これからもしっかり仕入れるから、いつでも言ってくれるよな。はーい。いや、トゥービー姉さんもな、なんかあるたびに新しいトゥービー姉さんになってるみたいだからな。いや、でも一番最初のトゥービー姉さんはいたんだろうな。で、その時の記憶もずっと引き継いでんのかな、今のトゥービー姉さん。どうなんだ。そうだ、私からも一つ頼みがある。お、なんすか。最近砂漠地帯で凶悪な機械生命体が多く出現しているらしい。砂漠地帯、そんなあるんだよ。これまでなかった現象で何か起きているのかもしれない。凶暴な機械生命体か。君たちヨルハ部隊は調査も得意だと聞いている。うん、あ、それ調べてこいって。砂漠地帯の異変の原因を調べてもらえないだろうか。いや、まあいいっすよ、手伝おう。砂漠ってどっちだ。とりあえず街出たらいいのかな。なんか落ちてるわ、回復薬。よし、まあじゃあとりあえず行ってみますかね、さん。なんか今んとこレジスタンスのお手伝いずっとやってるな。オペレーターへ、レジスタンスリーダーより指定のあった場所の座標データを確認。ほう、オペレーターよりポット042へ座標データ確認。あ、そいつが通信してたんだ。マーカーをポイント。なるほどね。気温が高く日差しも強いですから補給が難しくなります。ちゃんと準備してから行ってくださいね、トゥービーさん。わかりました。オペレーターの人めちゃくちゃいい人だなすげえ心配してくれんじゃん。あ、鹿いた、鹿。なんかさ、動物の餌買ったんだよね、さっき。これなんか乗れるらしいっすよね、さ、これ使ったら。これね、動物の餌、使う、使った。で、あ、めっちゃ来た、動物。え、これ乗れるようになる。そんで、あ、食ってる。で、で、あ、丸、お、乗った、すげえ。おお。いや、何これ、何 S 置いてくぼりだし。いや、似合わねえ、姉さん。あ、バツでジャンプできる。いや、ビジュアルが動物乗る人のビジュアルじゃないもん、姉さん。全然似合ってないな。なんだこの要素、これいる？なんかの役に立つのかな。あ、ダッシュできる。あ、あ、降りた。え、ちょ、もう一回乗らせて。これ砂漠まで行こう、これで。あれ、乗れない。あれ、どうかしま、いや、お前じゃねえよ。え、これってもう乗れないの？え、ちょ、時間でダメになっちゃう感じ、乗るの。え、乗れないっぽいんだけど。え、マジか。え、乗れる時間短い。いや、マジでちょっとした要素だな、これ。うわー、すげえ、砂漠だ、めっちゃ。へえ、こんな。月面人類会議より。お、月面人。うわ、ないこつ縦長の機械生命体いる。機械生命体との戦闘、あ、普通に倒せる。膠着状態。お、あ、なに、あ、すげえ。戦闘により、あ、こんな必殺技みたいなの出るんだ。していることだろう。はい。だが諦めずに奮闘を続けてほしい。これは人間なのか。地球の奪還は月面にいる数十万の人類の悲願なのだ。あー、やっぱそうっぽいな。人類に栄光あれ。
エコアレー。あ、人類にエコアレ。いつも堅苦しいですね。なるほど、月にいる人間からあえて通信が来るんだ。たまに。あ、敵がいる。あ、なんかつけてる。何こいつ。おおお。あれ、普通の敵これ。え、なんか顔違わない？なにこれ。あ、倒しちゃった普通に。あ、何も言わないんだ。9S とか。変なお面ついてますねみたいな。まあでも、トゥービー姉さんも 9S も変な目隠しつけてるからな。あんまり人のこと言えない感じなの。ああいうファッションについては。わあ、すげえ。あ、こういうガチ砂漠もあるんだ。なんかパイプが通ってるな。え、ここにいんの？その凶暴化した機械生命体が。さっきのやつらとは違うのかな。こっちが目標地点っぽかったよな。とりあえず行きましょう、トゥービー姉さん。あ、滑ってる。あ、かっこいい。砂で滑りますね。ね、でも姉さんは美しく滑っておられるぞ、そんな斜面を。敵の反応が近づきました。気をつけましょう。あ、この赤丸のとこ、ここ行ったらいいのかな。うわ、ついじってん。あ、出てきた。あ、またお面つけてる。え、すげえ喋ってる。機械生命体が言葉喋ってますね、姉さん。こういう個体も増えたってレジスタンスの人が言ってましたね。どうして最近になって増えたんだろう。最近喋る、いててててて、最近になって喋るやつが増えてきたんだ。めちゃくちゃ喋るじゃん。なんか訴えてる。なんで余計なものを身につけてる。余計なもの、あー、人間が着ていたものに漢字が似ていますね。マントとかね。データで見たことがある。そういえば顔のペイントも。いや、危ない。共同体特有の化粧みたいな顔のペイント。あ、ペイントとかもしてんの。ちょ、危ない危ない危ない。見えないんだけど。なんかめちゃくちゃ情に訴えかけてくるな。トゥビー、奴らの言葉に意味はありません。本当か。ランダムで単語を発生しているだけです。それ前も言ってたけどさ、ナイエス。助けとって言いながら攻撃するなんて矛盾してるし。まあ確かにそうだけど。なんかでもそれ感情に訴えかけようとしてる。なんかこいつで最後来た。はい、かわす。めちゃくちゃ喋るなこいつも。あ、え、いなくなった。あ、逃げた。逃げるっつって。あっちの岩場に逃げましたよ。おー、あんな個体識別信号マーク。あんな穴掘って逃げれるんだ。え、めっちゃ逃げたじゃん。ちょっとアイテムだけ拾って、あいつ追いかけろってことか。じゃあ、でもなんか機械生命体のその喋ったり命乞いしたりするのってなんかすげえ意味深だけどな。あ、待って、トゥビー、なんか落ちてましたよ、右の方。うん、大事だからね、ちゃんと拾うのね。なんかある。あ、なんか街がある。何あれ。うわー、え、ブランコあるじゃん。え、何これ。あ、マンション、アパートかな。砂漠の団地、団地か、団地とも。あ、廃墟だけどこういうのはしっかり残ってんだな。あれは怪盗、人類の住居だったエリア。おー、じゃあ行って。いや、食らうのかよ、ここ。いや、言って、高いですよって。ナインエス、マンモス団地などと呼ばれていた。いや、これで死んだらまたポンコツ 2B 呼ばわりされる。ちょっと待ってください、姉さん、回復しましょう。さっき拾った回復薬を早速使おう。ここのために落ちてたのか。報告。あ、いた。逃げろ。お、逃げろ逃げろ。いや、そのまま潜って逃げろよ。追いかけましょう。なんで一回出た。苦しいみたいな。わあ、どうも、ごきげんよう。え、挨拶してくる。え、倒すけど、とりあえず。なんか、これ本当にランダムに喋ってんのか。いや、なんかすごい。偽物。いや、なんかめちゃくちゃ意味深なこと言うよな、こいつら。なんなんだ。お、あ、いた。あ、こっち来た。間違えた。いや、間違えんのかい。ロボットって道間違えるんだ。ど
どういう基準で言葉を選んでるんだろう。いやな、そんなことある。いや、ここに住んでんのかな、機械生命体は。確かになんかすごい様子がおかしいな。その命令されて動いてる感じじゃん。あ、死体。アンドロイドの死体。当地域に生息する機械生命体によるもの。なんでこんな場所に。理由不明。まるで集められているような感じですね。回収できるけど。え、なんだろう、アンドロイドを飼って集めてんのかなこいつら。え、なんかやばそうですね、姉さん。こう、あそこに逃げ込んでます。あ、逃げてる。しつこい。逃げる。どこに向かって逃げてんの。え、行ってみるか。おお、まだ先が。え、赤っ。何ここ。マップでめっちゃ赤かった。あっ、なんかいる。下にこの先に多数の機械生命体反応を確認。多数の機械生命体。このアンドロイドの死体は一体。え、注意して進もう。そうですね。え、やばそう。お、あー崩れた。え、大丈夫。ちょっと、あ、大丈夫だったこの高さは大丈夫なんだ。いや、さっきの高さとそんな変わんない気がするけど。え、うわ、子供。え、何してんのこれ。なんだこれは。大好き。うわ、耳を貸しちゃダメです。え、一緒にいよ。いや、ちょっと待って、こいつ。え、こいつらに心なんかない。ただ人間の言葉を真似しているだけだよ。破壊しましょう。いやいやいや、人間の真似をしてる。好き。いやー、何この状況。